はい、えー、皆さんどうもこんにちは、えー、レックセンリン講師の宮口です今日はですね、えー「過去問分析講座論文」のですね、えー、この直前形のパンフレットがございますけどもこれのですね、えー、直前形パンフレット22ページにございます。 えー、論点の単純化と分類による過去問分析ということでね、えー、まあ全部で6回なんですけどねこれはあの「十段分類編」っていうのとあ「再現答案分析編」っていうね、えー、まあ二部構成からなっておるんですが、えー、まずあの「十段分類編」っていうのは何かというとね、まあ、一応このせっかくこのねパンフレットに書いてあるんでちょっと読んでみますよ。論文 問題では論文試験問題では幅広い知識を問う必要があるためどうしても事案が絡み合った複雑な問題になりがちですしたがって必然的に過去の論文試験問題との類題の比較は困難でありそもそも類題であること自体に気づかない場合すらあるとそこで本講座では過去7年分の論文試験問題をもとに 質問ごとに問題を分解分解してるんですね。そう、これ確かに特徴的ですね。もう素材をね、こう切り離すというか、質問ごとに、うん、はい。で、出資、えー、規定権利化前後といった場面場面分けというかね、もうこ、そのテーマごとに分けたっていう感じ。まあ場面分けというかテーマごとに。ああ、例えばほら時系列の三点セットの問題とかね、法制 意見書補正分割あたりを聞く問題というかね保証金請求権の問題とかあ,あ,、まあ、あと、まあ、論,論点そうですね、まあ、まあ似てますけどね二等三はね、うん。二はどちらかというとあれかな一行問題のテーマごとに分類したって感じ3はその事例問題におけるあのテーマごとの分類という感じでしょうかね。はい、を行い。 論文試験問題の出題論点を徹底的に分析して紐解いていきましょう、はい、でこれらの分析により今まで複雑性の中に埋没していた論文試験における問われ,た問われ方の傾向が次々と明らかになりました例えば特許法の権利化前の問題において平成27年から平成30年まで条約関係の おえとそうですねパリ優先権の趣旨とかね国際ガ願制度の趣旨とか PLT13 条括弧2とか国際蘇願日認定要件とかね聞かれてますね確かに。で衣装法では先行がの事例問題が目立ち商標法では26年に41項8号28年は41項12号29年41項17号。 令和2年に4条1項3五のように4条項においてこれまでほとんど取材されなかった規定を取材している傾向がありますと確かにねまあ418はまあまあメジャーですよ4 1十0にもまあ最近ではね時々出ますねでこれは,は本当にねほとんど出ないんですがまあ最近出てきたとはい、はい、で本講座によりえー 論文試験問題に対する最新の知見等を身につけ試験傾向に密着した学習を進めるための進途してください。あのね、あの簡単に言うううととこういうこいなんですよ皆さんあの担当試験もねあの 1, 1番目から60番目まで出ますわね、まあ、全部で60問ということですけどでその何が出るかわからないと、まあ、テーマごとに何が出るかわからないね。 だからその例えば年度別問題集ってやつとあ体系別問題集っていうのがあるんだけどまあレックは体系別しか売ってないんだよね。まあ年度別は別にあの特許庁のホームページから自分でプリントアウトしてさまあ投じれば、まあ、自作の年度別問題集ができるんだけどね。で年度別問題集っちゅうのがもう純,純粋な過去問ですわ過去問集ですよ。純然たるね。ところが あ,あのレックの体系別のはどうなってるかというとあのほら若い条文からねこうあるじゃない総則とかあそれから特許権とかね出願とかねあ要するに分野ごとにこうまとめて、えー、編集してる体系別問題集それの論文版だと思えばいいんですよ。あだからまあ大体ね、まあ、大ざっぱに言うとあの出願系と出願系と 審判系系と侵害のの問題が、まあ、論文の中に含まれてますと、そうすると出願系は出願系だけにこう固めてねこの見ていきましょうと3つぐらいのテーマがあるんだけどそのうちの出願系だけを固めてこうやっていきましょうみたいな。で出願系の中でも例えば時系列3点セットなら時系列3点セット。うんあ意見処方性分割を書かせるような問題はそれ。国内優先権とはパリ優先先権権とパリ とか欠かせる問題はまあまあその辺のものを固めてやるとね、そう分野ごとに固めてやるための講座だと思えばいいんですよ。わかりました。はい。であとねこれも私あの現実にあ講座があ収録もうし終わりましたんであのあらかじめ言っときますけど、あの答案のですね過去問の全文書き答案を解説する講座ではありませんので。 その点はご了承ください、えー、どちらかというと大意を的確に把握するためのまあだからこうズバリ何を聞いてるんだこれはみたいなねそういうところをズバリズバリ適時していくとそういう講座です。えー、あのこういう表現で書くとかまあそこはあまりこう追求してないそこに主眼は置かれてません。的確な大把握、うん、その、うん まあ一点にこう焦点に焦をを絞ってか,かなり多くの問題をこなしていくと、ね、いや実は全文書きの方がいいんだわっていう人はねあの一応ね全文書きのレジュメもついてますから、うん、それはまあ私の講義を踏まえて後で全文書きの端を見ればいいしまたその実際にするバージョンでどう書けばいいのかっていうねあそこがやはり 学びたいのであれば別の講座で行くしかないよねそれはねあの「理想と現実」っていう私がやってる「論文・学問対策25年分そう」そっちの方がむしろ全文書き学び対象ね、えー、何でも言うけどこの,この講座は多くの問題について、えー、コンパクトに、えー、一つ一つのね、ま、テーマをコンパクトに分解して、ま、並べ替えてテーマごとに。えー 小気味よく進めていく講座なんでね、うん、ちょっと全文書きのところまではちょっとやりませんのでこのその点はご了承ください。その代わりもう大迫力をこの身にににけるには非常にい,い講座だと思いますであのむしろねその全文書きは確かにちょっと時間との関係でやれないんですがしかしね一方今度はこれ再現答案分析編ちょっと言いきましょうか。本講座は 受験生の作成した再現等を読み込みつつ本試験で評価されるポイントを解説し合格答案の具体的イメージを構築する講座ですと。で論文に何を書くのかまたそれをどのように表現するかという点はテキストや他の講義により身につけることはできますが何を書かないかすなわちぎりぎりの状況下でも記載についてどのような取捨選択をするのかという点は 本本にも、えー、基本書にもも基書載ってないな確かにそれはもう受験の指導本じゃないからね、えー、そこでレックはあ論文本試験を実際に受験され得点評価を受けた受験生の答案を収集しその答案の中から法域ごとにその優秀答案1点と当落戦場の答案2点を抽出しあそういうことねまあぶっちぎりの合格答案と ギリギリ受かったギリギリ落ちたみたいなああそういうのを抽出しましたこれらの再現と読み込むことで、えー、合格と案の具体的イメージをつかみ論文ををどこままで書くののかについいてのボーダーダラインを体感いただけますで従来は合格者の感覚的な感想や受験指導者の個人的なノウハウに頼るしかなかったこの判断基準を視覚化した形で受験生の皆様に提供いたします。ね で一応なんかこういう合格者の声がありますけどちょっと見てみましょうか本試験の、えー、再現答案が特典とともに掲載されているテキストは論文の書か,かと学ぶ上で非常に参考になりましたこれを見るまでは模範答案のような完璧な答案が書けるようにという思いが強かったのですがこれぐらい書ければ合格点がつくのかと知ることはでき型の荷が降りましたそうですね気分的に楽なんですよ。 ああ苦手分野は重大分類編で繰り返し学習して定着、えー、今度は TY さんねはい「論文過去問分析講座では過去問が細かい説問ごとに分解されパターンごとに分類されて取り扱われていましたので取り扱われていたので苦手な分野を集中して繰り返すことができました」私は論文対策として過去問の模範と書き打ちキーワードとなる、えー、箇所を蛍光ペンで、えー、塗り その箇所を暗唱して口述できるかどうかという勉強をしていましたが弁理試験の取材範囲となるあ膨大な知識量の中から特に重要なキーワードを抽出論に、えー、この講座は非常に役立ちましたはい、三人目の人 KT さん、えー、各証問に集中してあ考えることができるメリットがありました事例問題は長文に意識がいってしまいあ全体的な答案構成や各証問論点をうまく 整理できないところがありましたが論文過去問分析講座では証文形式で過去問を見ていくことで各証文に集中できるというメリットがありました参考とのた,たき台にここがいいここは良くないこう修正した方がいいと指摘してくれる点が分かりやすかったです四、はい、人目 SI さん自分の答案に足りないものが何か理解できました 論文2年目で不合格となってしまった理由が分からず合格者不合格者の答案を読みたいと常々考えていましたが掲載されている答案と自分との答案を読み比べたところ自分が問題に対する答えを書いていなかったことと合格者が書いた項目を自分が書いていなかったことに気づくことができました最後の章 RM さんあー苦手分野も端的な整理で思考フレームを身につけられました。 論文過去問分析講座ではあ過去問を分野別に細分化し分析プロセスを詳細に解説していただきました私は権利化段階主に拒立への対応の問題に苦手意識を持っていたのですがそもそも拒絶流には大きく2つのパターン拒絶出願自体に、えー、問題があるものと出願プロセスに問題があるものなど、えー、端的に整理いただき 思考フレームを身ににつけるることがででききたたためその後は落ち着いて回答できるようになりました、まあ、出願自体が問題があるというのはもうほら出願書類に貸しがあるとはね記載要件不備とかでプロセスに問題があるというのは時系列3点セットですね出願するのが遅かったとかねまあそういうあのいわゆる新規性とか先行がんとか拡大先がんとかねそっちの方ですね。出願自体に貸しがあるのはもうあの記載要件不備。 ね、そういうやつ。ということです。はい、うんでね。あの最後に私の方であのその何だっけ？再現答案分析編についてお話をしますと、これはね2回しかないんで、あのほら10段分類編みたいに7年分っていうわけにはいかないです。うん、あの10段分類編はね。あのこれかなり問題こなしますよ。 四回で七年分ですからね。これは相当すごいことですよ。ほら、でもあこっちのね、えー、っと再現答問分析線はあ,ーあの R1 と R2 です。はい、R1 というのは令和元年ね。R2 は令和二年。その二か年分です、えー。でもね、このシコマ三時間だけどね、あの十分にその まあ、なんていうかね十分にこう話題としてはその3時間を三時間内でこうギリギリこう説明し終わるかし終わらないかぐらいの分量になってます。あの先ほどもここにも書いてありました通りねあのぶっちぎりの合格答案ギリギリの合格答案ちょっとダメやった答案っていうのが載ってるんですけどただね、えー、ぶっちぎりの答案でも何かミスをしでかしてるんですよ。 うん、それでもあ、あのー、ここまで取れた理由は何なのかっていうのをね、まあ、私なりにこの考察し、まあ、皆さんにこのフィードバックするというそういうタイプの講座ですね。で52点っていうのはもう不合格なんだけど55はまあ合格ですよ一,一応のね54っていうのがボーダーラインだから論,論文試験では54がボーダーラインだからねそれよりもこう上だったら 受かってんだけどギリギリまあ何とかなった理由はここだろうとかねあの項目はいいんだけどもあのなんていうかバランス全体的なバランスが良くなかったら、まあ、このぐらいの点数なんだろうねとかねこのトーマはっきり言って、ね、合格点がついていいと思うんだけどなんで52点だろう。ああよく考えてたら10よく考えたら10代目はここにあるわと。 このの重大ミスのせいでもう52点なんだよとねそういうふうにして私がねズバリ適時していきます。えー、であとね何ていうんですか十段分類編っていうのはねその各テーマごとに細分化してるんでその流れバランスというところはちょっと分かんないんですよ。ところが再現答案っていうのはもう素材そのまま素材そのままを活かしますんで問題も解答もね。だからやっぱり えー、例えば衣装とかで配点が40対60とかあるいは45対55とか配点がついてますわ、ね、ところがもう全然それを無視して3対7で書いたりとか8対2で書いたりしてる答案があるとするとねもうやっぱりそういうところで、あのー、もう合格答案がつかないという場合もあるんですよ。バ,バランスがちょっとね配,配点比率からかけ離れてるという理由でもう合格点がつかないと。 そういういいいところも私が見抜いていきますから、ええまあ、面白い講座だと思いますよ。なかなか貴重というかね。で結果的に何が分かるかというとねあの、まあ、合格合格された方があの5人ぐらいねこの体験記を寄せてますけど、えー、これからも分かるようにねあの安心すると思います。あの安心するっていうのは まあよくありがちな模範とは、ええ、まあそこまで書けなくてもいいんだなと。うん。私も正直ですね。あの、なんでこれ受かったんだろうっていう。<laughs> ええ、そういうもんあります。ね。よく受かったなみたいなね、ええ。ありますから。だからまあ、まあ、安心材料にもなるんじゃないですか。ええこ。このぐらいミスしても受かるんだなっていうね。うん、ただあの、やっぱり落ちてるとは見ると。 あこれがやっぱ重大ミスかそうだから許されるミスと許されないミスがあるんで、うん、そこのまあメルクマールというかその分かれ目はどこなのかと言ったところをね、まあ、見極めることができればあ皆さんの今後の勉強の指針になるのかなと生かされるのかなというふうに思います。はい。じゃあそういうことでねえー、っとあとは。 まあ、テキストの、まあ、24ページ25ページを見るとですねあのあ十10段分類編のちょっとこれでわかるわ俺がさっきほら全文書きと案じゃないよって言ったのはこんな感じなんですよ問題があるじゃんこうやってでえー、まあ説問の骨子っていうのがあってまあ端的に言うとこういうことを聞いてますていうのをねこう10行ぐらいの問題を2行ぐらいに要約してるんですよ。で答案構成あるじゃん。 私が授業で扱うのはもう基本的にはここですこの答案構成でえー、っとあの全文書き答案もあるんですがえー、っと右のページを見るとほら全文掲載版ってあるでしょこれはねあの時間がないので、まあ、正直扱ってませんたまに扱うけどねたまにどう書いてあるんだろうって私が興味を持ってああ答案はこういうふうに書くんだねみたいなところどころ紹介はしてますけどあのまあ それはあくまで例外的です。基本的にこの全文書きは自分で見る素材として活用してくださいね。はい。あ、これはあれだね。答案再現答案分析なんだね。うん。そうそうそう。六十五点とか載ってますからね。この社例ね、特実印象の平均点六十三点五かなりいいですよこれ。お、いや六十点というのはもう絶対的な合格点だからね。 その平均点が63.5っていうのは相当いいんですよ。ででもね意外とそうかみたいなとは思ったりしてね <laughs> えー、わこれでも六60点超えるんだみたいに多分安心材料にもなると思いますからねあとまあ改正にも対応してるようなのでほらまあその辺ご安心ください。はい。えー、それではね、あのー、最後にまとめると。 この,、えー、あの論文過去問分析講座というのは十段、えー、分類編と再現答案分析編に分かれてて、えー、全部で6回だけど十段分,、えー分,ね、分類編は7か年分をその分野別にまとめてコンパクトに、えー、細切れ的にこうやっていくと。ね で再現との分析は令和2年と令和1年の答案それぞれ一コマずつ扱いますと、うん、ぶっちぎりの合格答案ギリギリ答案、えー、ちょっと落ち目の答案扱います、えー、合否を分けたのはどの辺かみたいなところも教えていきます、ね、その結果として皆さんが最低限どの辺を狙っていけばいいのかっていうのが分かってくるということですね。はい であの,フルの全文書きについて詳細に書き方まで学びたければあの例えば別のね「理想と現実」とかそう,、まあ、そういう講座もあるということで、まあ、役割分担がししっかりしているということですね、うん、この講座はもうたった6回で、えー、今みたいに大迫力とそれからその受かるためには、まあ、どの程度書けばいいのかというところが分かるという感じですかね。 はいじゃあ、えー、この辺で終わりたいと思います私のこのね論文学問分析講座に関する、えー、ガイダンスということで、えー、終わりたいと思いますね。これ、ね、値段を値段は俺の方で言った方がいいのかな、まあね、値段はこご覧の通りねちょっと、まあ、あのパターン申し込みによってこう違うけど2万8千円とか6万円とかね。うん まあちょっとこの辺は分からんかったら問い合わせてください。ね、ちょっと値段の件はね。はい、さあそれでは、えー、皆さん今年の論文本試験弁理試験の論文本試験ね突破してくださいね。こういう講座をこう活用しながら効率よくあ受かってほしい。ねまあ、逆にあの独学でやってるとなかなか受かんないですよ。ねあのー、やっぱり短期集中ですよ受験中のはね。 一気にこう畳みかけるように勉強して集中的にあの合格を決めるとこれが大事ねあのー、まあ少しずつ少しずつでもいいんだけどガッとやることが大事もう一気に仕事もそうだけどねやろうと思ったら一気にガッとやることが大事はいじゃあ終わります歴戦にしし宮口がお送りいたしましたまた講義でお会いしましょう